ポール・ SL ・ジョンソン・ポール・サミュエル・レオ・ジョンソン、イコール通称、P.S.L. ・ジョンソンは、レーマン家庭選挙運動の創始者であり、アメリカの聖書研究者及び牧師であった。彼は、聖書の洞察研究と題する17巻の、信興書籍を著作した。そして、およそ1918年から1950年に、彼が亡くなるまでの間に2冊の雑誌を出版した。この運動は、 ペンシルベニア州のチェスタースプリングで運営しながら、彼の宣教の使命と著作の出版をほとんど成し遂げるまで創作し続けた。また、物見の統制書冊し協会の創始者、チャールズ・ラッセルと信仰のあった人物として知られ、ラッセルなき後の次期会長とまで目された。だが、その後、組織の内紛と権力闘争に巻き込まれ、2期目の会長であったジョセフ・ラザ・フォードによって、 一切の職権を剥奪されたアギク1917年に組織から追放されてしまった。その後、ラザフォードのグループとは他元を分かち、ラッセルを擁護するラッセルパとして世界各地で活躍した。ポール・エス・エル・ジョンソンは1873年10月にペンシルベニア州のティタスビルという町でポーランドから少し前に移住してきたユダヤ人の両親との間に生まれた。 彼の父親は著名なヘブライ語学者であり、ついにはキタスビルのシナゴーグの会長にまで就任した人物であった。彼の母親は、彼が12歳の頃に亡くなり、また父親は他の女性と再婚した。この両方の出来事が彼自身の苦悩の種となった。彼は何度も家出を繰り返した。結局、彼はキリスト教に改修し、メソジスト教会に参加していった。 1890年に彼はオハイオ州コロンバスのキャピタル大学に入学し、1895年に優秀な成績にて卒業した。前述の大学図書館の記録によると彼はポール・レビスキーという名で学籍登録されていた。それから彼はルーテル教会を派用しのど神学校に進学し、1898年に卒業した。短い間だが、 ペンシルベニア州、マーズのルーテル教会にて巻き返した。それから、オハイオ州、コロンバスに戻り、サリバント通りにある聖魔隊ルーテル教会にて巻き返した。だが、結局は、ハイウェイ整備事業による道路建設のために、その街道は取り壊されてしまった。彼は、短い期間に、 新しい教会堂をそこの近くの場所に建てて、また多くの人々にバプテスマを施させ、ルーテル境界忍の他の牧師たちと比べて、より少額の寄付金で賄っていたことが、キャピトル大学忍の記録に書き留められていた。1903年5月には、ジョンソンは彼自身の信仰の移り変わりの帰結として、ルーテル教会を去った。そして、 モノミノ東京会のコロンバス改修と進行を始めた。かのルーテル協会は、後になって彼自身の遺説により、モノミノ東京会は、ジョンソンと断絶していたと主張した。だが真実は、ジョンソンは彼自らの自由意志によって、モノミノ東京会をすでに去っていた。一年後のある日に、チャールズ・ラッセル牧師は、国際聖書研究者の巡礼者として、ジョンソンを任命した。 彼はやがて、ラッセル牧師の個人秘書を務めた。その後彼は、ラッセルの最も信頼できる友人及びアドバイザーとなった。彼は、物見の東海町の教説に挑戦したことによる、組織内部の抵抗運動の検閲の結果として、1910年に神経衰弱により病をかぶった。ジョンソンは、1905年1月3日にエママクラウドと結婚したが、 その後は子供には恵まれなかった。ジョンソンは、ラッセルの亡くなった後の、ジョセフラザ・フォードが組織の指揮権を継承した時に、物見の東京会を去った。それから彼は、レーマン家庭選挙運動を1919 19年に創立し、1920年から彼の亡くなる1950年まで、この選挙運動の評議会の指導者を務めた。以下、日本語の情報。 ありがとうございます。